チョコも持ってきてくれて。これで小石にこの前の仕返しができるわ。ねえ、ミッキー。パソコンの使い方教えてくれない？ごめんね、アレクサンダー。せっかく白霊大結界を越えてここまで来たのに。でも、犬になれただけよかったわね。なるほど。このボタンが電源ね。あら、何か映ったわ。まあ、適当にボタンを押していきましょう。もう、わけわからないから他のを見ましょう。って、小石いたー。ここで、積年の恨みを晴らしてやる。あの子、私が寝ている時カビゴンが入ったモンスターボールを私の口に突っ込んだの。カビゴンを消化するのに2ヶ月もかかったわ。そうだよ。ごめんね、召喚失敗してあなたを木の上に呼んじゃって。えへへ、ありがとう。他にもたくさんあなた以外の YouTuber を召喚したんだけど。小石の邪魔をしたいんだけど、どうすればいいかわからないわ。そうね。うっしゃー。やったー。
バカな。小石がやられた。悟り様、急に小石様のことが心配になってここに来たのですが。今、小石がポケモン世界から私たちの無意識を操って不安にさせてるのよ。何かあったのだわ。おりん？すぐに、ポケモン世界に行って小石を助けてきなさい。承知しました。ポケモンの死体とか持ってこないでね。もちろん、わかっています。悟り様、私は、あなたが行くと森を一つ燃やしそうだからここにいなさい。そうだ、おりん？下で小石の帰りを待っている YouTuber にも協力してもらいなさい。この世界に招かれる人間は巨大な運命を背負っているからきっと役に立つわずよ。わかりました。コリン、パワーボーイ。小石様がピンチだから助けて。あれ、いない。って、あれ、パソコンもない。今はパソコンより小石様を助けないと。ああ、あんた、目が覚めたんだね。突然で悪いけど、お願いがあるんだ。ポケモン世界に行って、小石様を助け出してくれないかい？助かるよ。ありがとう。どうなってるんだ。大丈夫かい。邪魔んだ。お姉様、私のカード知らない？知らないわよ。あんなカード。忙しいから、あっち行ってなさい。おかしいな。どこにあったんだろう。死んだマリサからもらった大切なカードなのに。私の。
ブルーアイズ、ホワイトドラゴン。あなたは、このチャンネルの秘密を知りすぎてしまったわ。だから、外に情報が漏れないようにしないといけないわね。ふん、なるほど、彼らがこの物語の重要な鍵を握っているわけか。キャラクターデータによるとこのヌメルゴンはもともと人間だったようね。何かしら？フラン。お姉様、私のカード知らない？知らないわよ。あんなカード。忙しいから。あっち行ってなさい。おかしいな。どこにあったんだろう。死んだマリサからもらった大切なカードなのに。私の、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン。
お姉様の耳っちゅ、息をしてないよ。ミッキー。Thank you.
が断る。だが断る。Thank you.
Thank you.
本目の注意書きに一単語が抜けてることを。確かに、そう予想できるわね。そのことに気づき、その情報をとあるポケモンに教えたらしいの。そうでしょ、ゆきなり？おりん？さとり様。侵入者を一匹捕まえました。何も言わなくてもわかるわ。え？侵入者。おりん？侵入者どこ？私捕まえる。奥、もうすでに捕まえているよ。狐妖怪なんて、あたいの敵じゃないさ。一人、この狐のせいで精神的にダメージを受けている YouTuber がいますね。しかもコウマカンの耳っきゅに呪われたパソコンを盗まれて、YouTuber 二人がそのポケモンに食べられている。なんだって、それは大変だ。むしろ今まで知らなかったのか。あなたは誤解しています。私たち妖怪はポケモンの敵ではありません。
違います。その計画とは本部からあなたたちに説明する許可をもらっていないので詳しく説明できませんが。私たちがあなたたちからリクエストを集めて、その動画を作っているのはその計画に関わっています。つまり、私たちはリクエストに応じて動画を作っているだけというわけです。その通りです。あなた方含め YouTuber がポケモン世界を守りたいというならば、あなたたちはそのポケモンを滅ぼしたいと、リクエストをした人と戦わなければならないでしょう。それは、我々妖怪を超えた超自然的な存在である。悟り様。ところで、小石様の方は大丈夫なんですか？小石のこと忘れてた上に奥に指摘されたー。悟り様、どうしました？なんでもないわ。おり字幕が大文字ですよ。その狐の心を読む限り、レミリアのミミッキュがパソコンを盗み、二人の YouTuber、コリンとパワーボーイを食べたようです。悟空とおりんはすぐに高魔館に行きパソコンを奪い返してきなさい。え？はい、わかりました。いや、小石様は誰が助けに行くのですか？この方たちにお任せします。小石があなたたちを危険なポケモン世界に送ってしまって。しかも、あなたしか助けられなかったわ。あら、あなた。あなたがなりたいポケモンは3種類もあるのね。これはお詫びよ。
これはただの捕食動画です。様々なリクエストを無理やり一つにまとめようとして作っています。登場する人物団体キャラクターは実在のものと関係ありません。
ちょっと、危ないから勝手にポケモン世界に行かないでよ。何を言ってるの？あれはただの SCP-1640 よ。そんな特殊能力はないわずよ。3時間前、レミリアのミミッキュに私たちのあのパソコンが奪われました。それが関係してるのでしょう。サトリ、あなたなぜ、ここに。あなたの心なんて読まなくても、どこにいるか場所ぐらい推理できますよ。今私のペットたちがパソコンを奪い返しに高魔館に行ったのですが、あなたも手伝ってくれませんか？ランに行かせるわ。あの引き紙、あなたを裏切るつもりですよ。その話、詳しく教えなさい。これは捕食動画です。このようなお話が好きな人が見る動画です。なるほど。小石は人間の欲望を集めているわけか。すべて理解したわ。だから捕食動画をあいつは作ってるのか。ジレイデンはぜひ局長の計画に基づいて行動してたのね。すべては2年前に幻想郷を襲ったゴーストを捕らえるため。そう、そのモンスターよ。決めたわ。運命を操って小石を助けてあげる。集まったリクエストは急速に実行され、人間の欲望を小石は集められやすくなるはずよ。ミッキー、パソコンはもういらないからキレイデンに返してきて。
あなたの仇は必ず私が討つ。ついでにマリサの仇もね。なあ、パチュリー、どうして、お前機嫌が悪いんだよ。悪いけど、読書に集中させてほしいの。大丈夫よ、マリサ。すぐにパチュリーもなれるわ。おい、アリス。なれるってどういうことだよ。パチュリー。パチュリー、私のブルーアイズホワイトドラゴンのカード知らない？マリサの形見なの。元気か。って、あれ、マリサ。ブルーアイズホワイトドラゴンのカードってなんだ。フラン。あれ、おかしいな。なんで、血が、出ねんだ。ちょっと、マリサを壊さないでよ。自信作なんだから。ただの人形じゃん。ただの人形じゃないわ。自立型人形にマリサが死ぬ1年前までの記憶を入れたの。マリサの自我を持った人形よ。それはあなたにとって本物のマリサなのでしょうね。でも、私にとってそれは違うの。一緒に遊んだマリサじゃないし。それに、マリサは私の力で簡単に壊れないもん。バカバカしい。他人のものを大切にしたり、人形を作り己の欲望を満たそうとするなんて。うるさいわね。パチュリー、あなたはマリサが死んで悲しくないの？少なくともマリサはあなたたちがそんなことをすることを望んでいないわ。ごめんなさい、パチュリー。私少しおかしかったわ。私もどうかしてた。ごめん。それじゃあ、マリサを生き返らせる方法研究してるから、二人とも手伝ってちょうだい。はぁ？マリサならそう望むでしょ。確かに天才だ。もちろん、昨夜も生き返らせるわ。パチュリー様、大変です。侵入者です。今、パチュリー様のポケモンが侵入者と戦っています。侵入者の目的は？レミリア様に用があるようです。それなら私たちには関係ないわ。放っておきましょう。なんだ、お前ら、こいつの仲間か。こいつのせいで私の追いかけてたポケモンが逃げちゃったわ。
痛い。これはただの捕食動画です。400個以上あるリクエストを一つのストーリーにまとめようと作っています。このようなジャンルが好きな人が見てください。この英語の単語の意味はどういう意味かしら？なるほど、そういう意味ね。信じられない、姫様が英語の勉強をしている。2495はポケチャンネルで英語を勉強している人もいるのね。きっと2495はポケチャンネルは英語を勉強する人が本気で勉強できるように様々な工夫をして作られているに違いないよさ。だからこのチャンネルは90カ国以上の国々の人たちが見ているさ。ライバルに差をつけるため他の人も早いとこチャンネル登録した方がいいさ。冷戦、昨日と同じパンツを履いてるさ。外の世界にあるから大丈夫よ。あなたたち YouTuber は夢の世界を経由してこの幻想郷に入ってきたの。幻想郷は2つの結界で隔離した空間なの。1つは白霊大結界、常識が外から入ってこないために私が管理している境界よ。もう1つは幻と実体の境界、実在するものがこの世界に入り込まないようにするための結界よ。ある妖怪がそれを管理しているわ。この2つの結界が現実と非現実をひっくり返していて、夢の世界のあなたの体がこの世界で現実世界のように存在し、動かせるというわけなのよ。どう？私の説明わかりやすいでしょう。死んでも元の世界に戻るだけだから大丈夫よ。
どうしたの、アラン。ああ、小石の英語をチェックしてくれてるあの子か。チャンネル登録者数が多いほどその YouTuber は、美味しくなるのだったわね。少し早いけど、チャンネル登録者3000人おめでとう、フーバットドラゴー。お祝いにリザードン用意したよ、霊夢のだけど。そういうリクエスト前に送ったでしょ、忘れちゃったの。我々は、ジェレリーのせいでポケモン世界を滅ぼすため、何度も同じ時間をループさせられてしまっていた。だが、今回はそうはいかないぞ。私のペンがジェレリーを吸収したら、時を遡る能力を手に入れることにもなる。作っているため地のシーンは省略しています。良心的な動画ね。いいねボタン押さないと。この動画意外と英語の勉強できそうね。チャンネル登録しよう。この動画はただの補色動画です。実際の人物組織とは関係ありません。現実と空想を区別して奇妙な世界をお楽しみください。ポケモン世界には舌を生き返らせることのできる鳳凰がいる。
ケモン世界に行く。ちょっと、まだ説明途中。また、隙間をポケモン世界に繋げればいいんじゃないの？あの世界、時間の流れがおかしいから同じ場所に隙間を繋げても同じ時間に繋がらないのよ。こいつを食べれば今度こそ最強の力が手に入るはず。氷の味がした。お腹が痛い。頑張って耐えないと、ゴーストからみんなを守る力をつけないと。ゴーストの正体は怨霊の集合体です。その怨霊の中には完結戦から逃げ出した怨霊も含まれます。この失態、キレイ殿の主であるあなたにも責任を取ってもらわなければなりません。優秀な極卒を育て、その極卒に立ち向かわせるアイディアがあります。あ、夢か。どうして私こんなところで寝てるんだ。あ、ルギアが死にかけて地獄に向かってる。私のランが、ランが私を裏切るわけないでしょ。今、コウマカンの方から巨大な魔力を感じたわ。私のペットが何かやらかす前に早く助けに行った方がいいですよ。私の心読まないで。何の問題もないの。
も、誰かが追放しまくるだけで YouTube はその動画に年齢制限をかけたり、そのチャンネルを削除できるの。そのせいで、このしょぼい動画も年齢制限がかかっているわ。本当だ。このしょぼい動画が年齢制限なら子供たちはディズニー映画含むすべての捕食シーンのある動画を YouTube で見ることができないね。YouTube って間接的にディズニーに喧嘩売ってるよね。捕食のジャンルアメリカが中心に発祥しているのに。まるで YouTube ってアメリカの会社じゃないみたい。消えた。どこ行ったんだ。すべての運命は私の手の中にある。フェミリア、サトリ様とゆかりもいる。あなたたちのパソコンは返したわ。この先の運命をフェミリアから聞いたわ。私の式神ハッキングされて乗っ取られてた。人間の作った AI が妖怪を利用して人間を支配しようとしているらしいわ。ポケモン世界を守るため自分の好きなヌメルゴンの姿を捨てるとはなかなかできる人間だった。しかも時を遡って4回ポケモン世界を救おうとしたなんて。ランシャマ、セレディを完全に吸収して時渡りができるようになりました。お前も、AI に魂を売ってかなり強くなったな。それじゃあ、人間を支配するため、時間を遡ろう。ポケモン世界を崩壊させたように人間世界を崩壊させてやるぞ。以前にも言ったけど、捕食はあくまで世界中から人間を集めるための釣りタグよ。何のために人間を集めてたのですか？この動画の続きは、学問チャンネルでやるわ。え、ジャンル全然違う。教育ジャンルじゃん。何を考えてるのですか？ゆかりは根本的な問題を解決するためのビジョンを持っているのですよ。根本的な問題、って何ですか？ふふふ。超自然現象、対、人工物。って感じがするわ。ようこそ、幻想郷へ。私が小石だよ。